こんばんは、梅垣真由美です。昨日の続きのお話です。他の YouTube 毒親シリーズでお話ししている方の話を聞いていて、今朝のことなんですけど、これも一緒と思った、もうちょっと気持ち悪いお話があります。その方がね、言っていたんですけど、その人は、父親に鼻が低いってよく言われていたっていう、その身体的なその毒親の子供に対するその恐怖を与える洗脳の手口、身体的なことをすごくとやかく細かく言うっていう。で、鼻と思って、もう私なんか、私小さい時から、小さいっていうのは、自分の記憶ですけども、間違いなく、私は保育所行ってたんで、だから、だから多分3歳4歳5歳、まあ、5歳ぐらいの記憶が強いんかもしれない。でもその後もずっとです。小学校も中学校も、母親にあんたは鼻が低いと、もう常に常に言われていました。そしてその言われていた時のシーンも覚えているんですけれども、特に小さい時に、目が覚めて、夜とか朝方とかに目が覚めて、あ、ちょっと怖い目見た時とかがよくあって、怖い目見た時に泣きながら母親のお布団の中にこう入り行った記憶がすごくあるんです。で、その母親に手をつないでもらって、寝ると安心するっていう。でもその母親とこうお布団の中で顔近づいた時に、私の顔を見て、あんた鼻が低いな、鼻を引っ張ってこう高くしよう。私もしょっちゅうしょっちゅうこの鼻をね、こうつまみ上げられてる記憶があります。でもそれでは足りないから、なんだか洗濯バサミ、あれ鼻にこう挟まれた記憶もあります。それぐらいこう鼻が低いっていうのもものすごく植え付けられて、だから私、もちろん鼻が低いんですけど、すごくすごくその自分の、見た目のコンプレックス強く、他にもいっぱいあるんですけど、一つ鼻が低い、低いだけでは実はないんですけどね、上向いているっていうところもあるんですが、そういうことありました。終わります。